人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。どこでも飲めるおいしい水、目指すのはこちら。安全で入手可能な価格の飲料水を利用できるようにする。図書館の入り口に置かれた給水器、実はこれ他にはないすごい技術が搭載されているんです。開発したのは信州大学。どんな給水器なんだろう。我々の研究グループが開発した浄水技術を使った給水器です。浄水技術に欠かせないのが2018年に開発された新大クリスタル。さまざまな原料から作られる結晶で、信州大学が開発した種類は300以上。その中から水質に適したものを選ぶことで有害な物質を取り除いてくれるんです。この新大クリスタルは世界でも活躍。タンザニアの集落で使われている水には高濃度のフッ素が含まれていて、長い間摂取すると骨が変形してしまう病気になるリスクが。そこでマグネシウムとアルミニウムが原料の新大クリスタルでフッ素を吸着、浄化された水が出るようになりました。そして図書館に置かれた給水器にも新大クリスタルが。ミネラルを残したまま水道水をより美味しく飲めるようになりました。この給水器は長野県の37カ所に設置。水を買う人も減るからペットボトルゴミの削減にもつながっています。これまでにおよそ31万本分を削減できた計算になるんだって。綺麗な水を通して世界中の人々に笑顔を届けたいです。安全で美味しい水を届ける浄水技術。